で特別だったらそれぞれが主人公だったら喧嘩誰も特別じゃないって気づいちゃった次の何かやることはなかった退屈な日々この日常が当たり前でも上がれてしまいそうな日差しの中で咲いた僕の全て小さなつぼみが羽ばたいていく今までの奇跡はただあなたと過ごすオーディナリークラブ生まれてきたんだ溺れてしまいそう